筑波大学附属大塚特別支援学校は、東京都文京区かすが一丁目にある国立の特別支援学校。筑波大学の附属学校で、国立の知的障害特別支援学校でもある。特殊教育から特別支援教育への変化、在籍する子どもの障害の重度重複化、多様化、ICF モデルによる障害概念の進化に伴い、2010年度より、 個別教育計画と学習内容表を活用する新たなカリキュラム研究をスタートさせた。本校のカリキュラムは全体として C プラン、Do、Improvement のカリキュラム運用プロセスに基づいている。個別教育計画はこのニーズに基づくプラン、SPDI の連環からなるプロセス、支援体制を構築する。 システムの三つの側面に基づいて立案される。これは、発達段階、障害特性、生活年齢の三つの視点に応じて設定したものである。学習内容表は、関係の形成と、集団参加を中核に、生活、認知、身体、運動、上層、コミュニケーションを並列に構成し、これら六領域から、社会生活への入り口として、 社会生活、進路学習とつながるように構成されている。その内容の特性上、生活文脈、生活経験を重視した学習、教科特性を活かした学習、このニーズや発達段階、障害特性を重視した学習の3つのカテゴリーに分けて捉えている。自発的に生き生きと活動できる子どもを教育目標としている。 3歳から5歳の2学級編成であるが、各年度の実態に応じて、学級編成を検討する。個別指導以外の教育活動は、すべて2学級合同で実施する。すべての指導が、領域、強化を合わせた、指導の形態で、教育過程が編成されている。個々の教育的ニーズを十分考慮し、集団を活かした授業を展開している。 高等部卒業までの6年間で将来の社会、文化への参加及び社会的自立を目指して計画的、段階的に学習を進めていく。将来の働く生活に必要な基礎的な力を養い、社会に対する認識や事故への理解を深め、個々に応じた進路を自ら選択するように総合的、実践的な学習を行う。5月に運動会、11月に 大塚祭が、洋少中高合同で実施される。また、1978年から続く1月に行われるスキー合宿は、中高合同で実施される。小学部は、毎年付属商との交流学習がある。中学部では、筑波大学付属高校との交流及び共同学習が2010年度より実施されている。高等部では、 ここ数年筑波大学附属坂戸高校との交流会が行われている。ありがとうございます。